10時まで配信するじゃん。でそこから動けなくなるんです。でも今はこう配信する前にお風呂入ったりとかできるから、そう配信する前にその寝る準備を全部整えておくことによって配信後にすぐ寝れるんですよ。そうだから10時とかね、もう本当に全然次の日学校があるのに寝るのが2時とか3時とかになっちゃう時があって、もうありえないじゃないですか。そんなの本当にその生活習慣がよろしくない。そうでも10時に配信終わってさ、なんで5時間後に寝るのって感じだよね。動けないんだもん。なんか夜だし、まだ10時だし、もうちょっとゴロゴロしてもいいかなみたいな。でも最近本当に今日も帰ってきてからなんか眠たくって寝ちゃって、で気づいたらもう夜の8時前手前くらい、19時半くらいだった。そうでなんか本当にって思いながら、でも今日は本当なんか早く一日が終わっちゃって、なんか何をしたら正解だったのかな。明日は一日オンラインおしゃべり会ですので、本当に最近まあ一言で言えば暇なんか暇なの。そう休みの日に、休みの日って大事じゃないですか、適度な。いやでも3月はこれからちょっとバタつくかもしれない。いやバタつきはしないな、ほんとバタつきは全然しない。いや後半がちょっとあれですけど、いつもなんか年始じゃないわ、月始めってちょっと暇なんです。でもいつも学校があるから、でもほんと学校もなくなったし、なんだろう、なんかお仕事とかも結構こう忙しいとか大きめのお仕事がこう2つ3つ重なることが多いんですけど、今別に本当何もない、本当何もないってこうなんかさっぱり言っちゃうのもあれですけど、でもまあなんか自分のそうですね、こう体調とか健康とか同じかを整えたりとかする期間だと思って、準備期間だと思って、ちょっと強気ですけど準備期間とかね。そうそう、まあなんかこう12月にシングルもリリースしたじゃないですか。それまでは結構なんだ、舞台もやってたりとか、舞台とシングルのまあ MV 撮影、ジャケ写撮影、あとプロモーション活動みたいなので結構バタバタしてたりとか、その前もツアーがあったりとか、あとシングルの時のそのシングルのミニドラマ撮らないといけないとか、コンカフェエンジェルの撮影とか、まあいろいろバタバタしてたんですけど、今はまあ準備まあ準備かな、はい、そういうことにしとく。いやでもなんか最近はそうですね、村長すっぴんだよ、見て前髪巻きすぎたの気づいてる、みんな気づいてるよね。なんかちょっとすいません。いやでもなんかそうそうそう、公園がさ
私まだ2回しか出てないんです。2回4公演、まあ4公演しか出てない、2日間しか出てないんですよ。いやいやいや、ちょっと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 公演めっちゃ出たいんだけどさ、でもなんか今月あんまり公演もともと私が出てないとかっていう以前にあんまりやってないのか。なんかさ、この前発表されたさ、なんだっけ、3月のやつ、まだなんかなんだ、メンバーが出てないんですよね。でも多分今まで結構ギリギリだったんだと思うんだけど、その公演を開催すること自体の発表が。でもなんか多分どっちかを取るしかなくって、きっとそこを改善されたんですけど、まあ、メンバーの発表がね、いつになるかあれだし、特に私のファンの方はこうハルルンが出るんだったら投げるけどどうしよっかなみたいな方が結構いらっしゃるかなって。まあそうですね、ちょっとメンバーがどのくらい前に発表できるかはあれなんですけど、多分、まあ、最善は尽くしてくださっているはずなので。でもね、これもう本当なんか逆に他のグループさんはどうしてるんだろう。なんかさ、多分さ、本当もう今一ポジション、一人一ポジション、その私は今青と同じポジションなんだけど、なんかなんだ、そのどっちかがこう都合、お仕事の都合とかがあった時にそのどっちかが出るとか、まあ、こう普段交代交代で出ててみたいな、とか今までこうアンダー制度みたいな感じで研究生がやってたじゃないですか。私たちが研究生の時は先輩の講演のその研究生講演も自分たちの講演もやらせていただきつつ、先輩の講演のそのアンダーみたいな。そうだから分かんない、3期生がもしかしたらどうなんだろうか分かんないけど、でも私はそうしていく方がいいんじゃないかなとは思ってるんですけど、公演私も出たいし、なんか公演ねやりたいし、ファンの方も結構やっぱ公演がなんか一番好きって言ってくださる方も、まあ一番っていうか普通に公演大好きです、公演が生きがいですみたいに言ってくれる方もいらっしゃるから、そう、でも多分ねそこら辺もねちゃんと考えてくださっていらっしゃる、いてくださってると思うんですよ、皆さん、スタッフの皆さん。はい、なんかこうなんだ、そのさ新潟の各局さんともこうお仕事をいろいろさせていただいてるじゃないですか。私もコバズタイムズさん出させていただいたりとか、今日もねあのワールドリアップさん出させていただいたりとかね、っていうお仕事もこうここでみんなあって、でそのなんだ、今回のシングルのミニドラマもそうだけど、こうなんか新潟こうなんていうの、その地元の曲が4曲もあるなんてなかなか珍しいんですよね。私そんなこと知らなかったんですけど、新潟はこう4曲もあるというのがなかなか珍しいそうでね、っていうのもあってこう各局さんにお世話になっているんですけど、 NGT はそうなってくるとやっぱりメンバーのこう公演を回している組と、あとまあなんかそのメディア出演を
するメンバーとでこうねスケジュールの調整とかも結構多分いろいろ大人の事情があると思うんです。なんとかそういったこともうまくやりたいですね。 NGT として外のメディア外に発信することも、まあ、本業のアイドル活動もいろいろみんな力を合わせるしかないのです。マラさんありがとうございます。そうね、確かに小越さんテレビでよく見ます。それで知りました。え、そうなんですか、嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。ラジオの冠番組やってみたくないですか。ラジオいいですよね。 NGT もあのエッサコエサレディを FM 新潟さんにお世話になっているんですけど、そうそうそう、エサコエサレディオ大好きなんですよねなんかゆるっと喋れて好きですはい、この前はるちゅんとりりのちゃんとやらせていただけたのでぜひお聞きください。おやすみなさいメール来ました。あ、おやすみなさいメール来たのにバリバリ起きてるってやつですね こんばんは。ねえ、今日3期生ね、3期生だけで外のフェスに出てくれてたんですよ。頑張ってた見たかったかも。3期生の公演も早く見に行かないとまだ見たことないんです全部は。こんばんは、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 こんばんは。ズラって何？え、寝るズラ寝るズラ。改めてだけど小越さんって可愛いですね。あ、ありがとうございます。丸取りアップさんの話聞きたい。丸取りアップさん、今日は本当に私前回出演させていただいたのがポンコツな君が好きだのリリースのタイミングのまあで、なので1年数ヶ月ぶりでめちゃめちゃお久しぶりだったんですけど、なんかすごい
あっという間に終わってしまいました。はい、美味しそうな VTR を眺めて、本当に美味しそう美味しそうって思ってたら終わってしまいましたでもやっぱり暖かいですね、すごく。うん、いいコメントできた。いいコメントはできてないかも。なんかなんだろう。思い出した感じ。本当すでもごめんなさい。なんかねすごいね。なんだ。もうこんな。そう、こういう感じだったって感じです。ちょっと語彙力がなさすぎるんだけど、うん、またでも近々出していただけたら嬉しいなって思いました。すごくあれなんか NGT で出させていただいてる枠なんですけど、はい、まあ、ちょっと難しいな、なんかまあいろいろある、そう、いろいろある。ハトさんありがとうございます。キュンキュン。また1年以上開くのかな。また1年以上開かないといいな。なんかね、その前はね、実はその出させていただくタイミングがあったんですけど、急遽ちょっとまたこれまた大人の事情でちょっと、まあ、メンバー変更みたいになった時もあって、そうですね、まあ、タイミングなんですよね。そう、本当に。なので今回はまあタイミング合わせていただいてまた出演させていただけたので、よいしょ。ハトさんありがとうございます。すごいなんかチューリップがちょっとなんかリアルなタッチだね。この時間にはるかさんがショールームしてることに感動で喜びを感じている次第です。すごい、ありがとうございます。すごい丁寧な言葉、響きが、言葉の響きがエッセンス。ハートさんありがとうございます。3月限定ギフトのチューリップだね。あ、そうなのね。クッキーもある。クッキーもありがとうございます。いや、なんか本当に私はとりあえずこの3月とかは、そうですね、なんか自分を見つめ直そうと思って、でもなんか飽きちゃったんだよね、すごい自分に。良くないですね、なんか自分に飽きるって本当に良くないと思うので、なんか変われるように頑張りたいなって思ってます。いや、この時間にやってることにビビってる。そんなですかね。ビビってる、なんかビビるってさって感じじゃないですか
違いますか。遊びに来たよ、いらっしゃい。明日おしゃべり会でリリカが私のあの小判の猫の着ぐるみを着てくれるんですよ。リリカ覚えてるといいんだけど、なのでそれを絶対に忘れずに持っていくこと。あらーかわいい、ありがとう。こんばんは。招き猫みたいな、あ、そうそうそう、明日行くね。明日楽しみだな。ありがとうございます、お待ちしております。あの安心してほしい、おしゃべり会は今よりあのテンションが高い。こんなにゆっくり話してたらあっという間に時間が終わってしまうから、あの皆さんがね剣を取ってきてこうくださっているということにとても感謝をしていて、なのでなるべくその言葉と言葉の間の間をあんまり開けないようにしてる。それがコツです、おしゃべり会のコツ。今はまあショールームだからすごいゆっくり喋る。なんか私はその言葉を外に出しながら形をこう作っていってるタイプなんですよ。そうなんかだからその出来上がったものを喋ってるというよりかは喋りながら形成していくこう感じなんだよね。伝わってほしいな。そうそうなんです。だからそんなことがないようになんか行間の間を埋めるというかね、そんな感じかな。そうおしゃべり会はちゃんとねしてるからね、安心してほしい。はい、チューリップありがとう、クッキーもありがとう。あとおしゃべり会とショールームの違い、ショールームは本当に顔の可動域が狭い、もう唇しか動いてない。おしゃべり会はまあ、もうちょっと引きなんだけどね、こんなあんま近寄ってないんですけど、うん、あんまそうですね。でもちゃんとねまあちょっと神対応って難しい、なんか神対応ってなんか自分で言ったりとかなんかあんましないじゃないですか。まあ神か神の使い対応って感じですかね。神とまではそんななんか極端でちょっとあんまなんかなんだろう、本当かよってなるじゃないですか。神対応って言ったら、そんなこと言ったらみんな神対応だから神の使い対応くらいですかね。はい、こんばんは。うん、だんだん昇格していくかも。でもなかなか
かなかいい対応してると思うんです。こうそれぞれに合わせた、あの一人一人と向き合う、そう一人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 に向き合う、向き合う、そう、こうお話をね、自分の話をねしたい、自分の話っていうかなんか聞いてほしいんだよハルルンって言っていうタイプの方とかね、逆にあの私の悟りを開いてそれに参加したい感じのタイプの方とかね、こう いろいろいらっしゃるから、瞬時に合わせるこうフィット感、そうまるで保険の窓口のように、そう保険の窓口だと思ってほしい。私窓口の人、窓口のお姉さんだと思ってほしいです。こっちがめっちゃテンション高くいったらハルルもテンション高く、あもちろんもちろん本当に、いや本当そうですよ、テンション高い人もすごい、もうねテンションぶち上がってる人とかたまにいらっしゃるんですよ。なんかもうすごいよ、なんかでもキラキラの、そのキラキラのサングラスとかキラキラの服を、ね、着てね、イエーイって来る人、いや、いるんですよ。いや楽しいよめっちゃ。だからそういう方がいらっしゃると私もイエーイって一緒に言いますね。でもまあもともと私割と陰キャな方、そうですね、なんでまあなんかあの陰の方にもフィットする、でもテンション高くなりたいというこう理想の自分っていうか憧れのこうあるんですね、こうテンションぶち上がってる人に対しての憧れもあるから、そこもいけるよっていう、ストライクゾーンが広いという、はい、いいところがありますよ。はい、なんでお待ちしております。待ってるよ。本当そうだよ、いやだから待ってます。ハットさんありがとうございます。ニーズに合わせた対応、ああそういい言葉だね、ニーズに合わせた対応、素敵な言葉。窓口のお姉さん、PR ベタだけど伝わった。あ、本当ですか。でもお高いんでしょう。うん、高いと思う、私も高いと思う。まあ高いよね、高いです。 WBC ってなんだっけ、ワールドボカボカ、高いと思う、高いと思う。私はなかなか買えないです。野球みたい、あそうなんだ、ワールドボカじゃない、ん、うん、難しいな。ワールドベースボールクラシック、ああなるほど、
ワールドは合ってましたね。ハルルンとの時間はプライスレスということ多分いい意味スライスチーズみたいな言葉使うんですね。プライスレスハルルンとの時間はプライスレス。わかんない、言葉わからなすぎる。プライスレス、お値段以上みたいな。あ、ニトリってこと。私ありがとう、嬉しい、目指してたそれ。すごい、それ目指してた。お値段以上が一番だよね。そう、ニトル。ニトル、わかんないね。プライスレス。プライスレス。なんかスペシャルプライスとかそういうやつのプライスだね。プライス価格、あ、そうだよね、プライスイコール価格。変なこと言って申し訳ない。あ、全然すいません、あの違うライスです、ご飯抜き。ごめんなさい、笑っちゃった。そうだよね、ライスレスだとそうだよね。そうだよね、そうだよね。プライスレス、うん、なるほどね。あー、よし、収まってきました、大丈夫。お寿司のシャリ抜きみたいな、ね、あ、そうだよね、シャリハーフとかもありますもんね。いや、そうよ、ちょっとご飯の量とか気にしないといけないもん、本当に。いや、でも嬉しいです。そう、ちょっとあまりこう自分の自己 PR とかね、難しいんですよ、あんまり。そうそうそう、だからなんかこうお値段以上っていう、ありがとうございます。そうだね、なんかこう神対応ってこうすごく なんていうのかな、いえなんていうの、よく言うじゃないですか。だからこうなんか今こう神対応って急にさ使ってもさ、ちょっと本当っぽくないじゃないですか。ありがとう、ハートさん。プライスレスね、いいね。気にしなくていい、ずらよ、いつも神対応です。あ、ありがとうございます。ニトリ対応の、明日はニトリのコスプレです。あ、違います、何ですか、ニトリのコスプレって。
ベッド、ニトリってでもいろいろありますよね本当に。あ、サイリウムさんありがとうございます。そうね、今日一人でくら寿司行った。なんか一人くら寿司は初めてじゃないんです。くら寿司で一人で行くと、あの買う、ほんとなんだろう、家族連れとか友達と一緒に来てる人はこう4人掛けくらいのこういう向き合った席に座るんだけど、一人だとあの本当カウンターみたいな、そうそうそう、こう面と向かってるんですよ、こうお寿司と。そこが結構よくて、なんか人がね、最初はね少なかったんだけど、ちょっと今だからなんていうの、その入って人数選択したら、その出てくる案内表みたいなところに席の番号が書いてあって、そこに座る。だから少ない、人が少ないとこう席1個空けて隣の人と座れるからいいんですけど、なんか今日は行ったら、まあ最初はその一個開けて座ったんです。なんかねイヤホンでスマホのなんか見てニタニタしながらこうお寿司食べてるお姉さんがいて、なんかお皿、食べたお皿とかこう入れるところがあるんですけど、なんか入れないで溜め込む派のお姉さんがいて、6枚くらい重ねた上にまた今食べてるお寿司置いてイヤホンしながらニタニタしながら食べてて、あでなんかくら寿司ってなんかこうパッとタッチパネルみたいなの注文して流れてくるのもあるし、その普通に回転寿司として回転してるお寿司もあって、で回転してるお寿司の中になんか特別に多分そのちょっとお得なんだよね、その普通一皿に2貫だけどなんか3貫の盛り合わせみたいな、なんだろう、こう注文するところにはないというか、なんかね桃太郎がいて、桃太郎とに引き連れられて、そうそう桃太郎の印がついてるお皿なんですよ。サーモンめっちゃ種類あって、なんかなんとか炙りサーモンとか、なんかこう特別なちょっと高いサーモンとかで、いろいろその3貫乗ってるのがあって、それをが流れてきた時のそのお姉さんの顔がちょっと面白くて、本当なんかもうめっちゃちょっと可愛いなって思いながら見てました。でそのお姉さんと私の一個席が空いてたんですけど、その間にお兄さんが入ってきて、でちょっとなんか隣だとさ一個間隔が空いてたらさ隣の人とちょっといいんだけどさ、なんか隣に来るとさ、あなんか意外と近いなって思うじゃないですか。でもそうそうそう、なんかくら寿司ってその最初に選ぶんですけど、こうビックラポンっていうのがあって5枚お皿を入れるとこうなんか映像が始まって、当たりか外れかあるんですけど、当たりだとこうガチャガチャみたいなのが落ちてきて、こうなんかちっちゃいキーホルダーとかその時によって変わるんですけど、
それができるチャンスで、私あのちょっと一人だしいいかなって思って、なんか持ち帰ってもどこにやるんだろうって。でもお兄さんビックラポン挑戦してて、でもビックラポン5枚入れないとできないけど、お兄さん3皿で帰ってったんだよね。だからあビックラポンやらなかったなお兄さんって思った。そうお兄さんすごい多分ね、なんかほんとあんま食事というかお寿司食べて、なんか茶碗蒸しとか食べてた気がする。えちょっとめっちゃ見てるじゃん、キモ。えな違うの、視界が結構私視界広いんですよ。そうあの私視界が広いのだから結構見えるのあの意図して見てたわけじゃなくて、なんか唐揚げとか茶碗蒸しとか食べてた。お寿司あんまり。うまうまっ私でもくら寿司に行って、くら寿司の何がいいかってまあ雰囲気というかなんだろう、ワクワク感だと思ってて私は。で特に一人で来たらすごいワクワク感がなんかすごいんですよ。こうやっぱ一番カウンター席なんか一番端っこにあって、あんまりこう人目のつかないところだから、そうそうそう、それがなんかよくて、はい、でも次挑戦したいのは一人しゃぶしゃぶ一人しゃぶしゃぶは行ったことないんですよね。いつもメンバーとかと一緒に行ったりはした。その次は一人焼肉に行きたいです。うん、一人しゃぶしゃぶ結構そう、なんかしゃぶしゃぶもさ、こう一人用の一人お一人様大歓迎みたいなのとかだったらいいんですけど、ハードル高いですかやっぱり。なんかこう4人掛けの席に一人で座る勇気がなくて、うん、なんかしかもしゃぶしゃぶってあんまりこう個室みたいなのないっていう、個室っぽくなさそう。焼肉屋さんの方がどっちかっていうとなんか個室っぽいかもしれないって思ったら、なんか焼肉屋さんの方がいいのかな、どうなんだ。やっぱこうほんと食べ物とこう向き合いたいんですよね。こう4人掛けのところでだとちょっと、うん、あんまり一人で行動するしかない状況
に置かれてる割に一人で行動できないので、徐々にこう、しかもなんか一回それに成功したらそのお店にもう一回行っちゃうというか、くら寿司の一人くら寿司は初めてじゃないから、そろそろちょっと卒業しないと、卒業まで行かなくてもちょっと一回違うところに挑戦してこう成功例をね多くしていきたい、そうって思ってる。すごく行きやすいのどこだろう、あとあれも、あの丸亀も一人で行ったことないです。丸亀製麺まず人生の中でも2回だ、私人生で2回しか丸亀製麺に行ったことがない。そう、あんまり家族で女性一人は丸亀多い。あ、本当ですか？丸亀はいける余裕、本当？え、じゃあ丸亀製麺さん行こうかな。なんかさ、丸亀製麺の美味しい食べ物組み合わせみたいなのでさ、なんか TikTok とかで見たことあるんですけど、こう普通にまあうどんを注文して、あとおにぎりとかも注文して、で最後になんかそのおにぎりをこうなんだにお湯をもう入れちゃって、なんかお茶漬け風にしてる食べ方を見たことがあって、めっちゃ美味しそうで、そうそうそう、だし汁で、そうそうそう、めっちゃ美味しそう。やっぱだし汁って書いてもらうって、出汁って呼んじゃうわ。くら寿司の出汁も美味しいんですよ。え、でもそんなことできる自信ない。天かす入れとか、あ、そうそう、天かす入れてた。くら寿司もお茶漬けにしてた。どうやるんですか？なんかそんなハードなことはできなさそう。だってなんか隣の人にさ、あの人すごい美味しそうな食べ方してるなって思われてたらなんか恥ずかしいじゃないですか。あ、なんかちょっとひねりを聞かせてきたみたい。釜玉うどんとご飯頼んで最後に TKG で食べる、絶対美味しいじゃん、絶対美味しいじゃん、絶対美味しいじゃん、いいな。何の天ぷら好きする？私かぼちゃの天ぷらとさつまいもの天ぷらとイカとかも好きだし、天ぷら好きですね。結構好きです。丸亀ちょっと挑戦しようかな。あとなんだろうな、でもまあくら寿司だけじゃなくてかっぱ寿司とかスシローとかも行こうかな。あとやきとりとか食べたいかも。でもなんかちょっ
お酒はまだ飲めないので、こうなんかなんだろう、焼き鳥屋さんってすごいお酒が結構の飲まれる方が周りにバーッといらっしゃるとちょっとあれかも、だからそれちょっと二十歳超えてからかな。でも焼き鳥とか好きなんですよね。焼き鳥とお酒はセット、やっぱそうですよね。居酒屋さんはちょっと行けないから、お酒飲めるようになってから、なんかでも一人であのカラオケじゃなくて唐揚げとか食べに行きたい。私ココイチも行ったことないんですよ。ココイチのまずココイチのカレーを食べたことないかも。なんかこうさ、納豆入れたりしてるじゃないですか。私それやってみたくて。納豆合うのっていう人もいればさ、すごい合うんですよっていう人もいるじゃないですか。あ、そうそうそう、ココイチない、めっちゃびっくりされる。あとね、餃子の王将も人生で1回しか行ったことない。しかも東京、新潟にもあるのに。なんかココイチのそのカレーの注文の仕方ドキドキしちゃいそう。うん。あと一人好きや一人吉野家もしてみたいですね。でもあんまなんかすき家とかテイクアウトとか最近食べてないんですけど、なんかテイクアウトの記憶の方が私はあって、ココイチもちょっと行きたいな。餃子の王将は東京でサラと青と一緒に行った、初めて行った。牛丼食べたいかも。うん。一人でマクドナルドに入るの。ああ、マック最近行ってないし。うん、一人で行ったことないかも。そういえばメンバーとめちゃめちゃ行ってた時期あったんですけど、マック一人で行ったことないわ。でもマックはもう一人で行けるな多分。そういえばなかった、一人カラオケしたことないです。カラオケもなんかそのドキドキする。最初にお店の方にこう時間のコースとかさ、何時間なのか、まあフリータイムにするのかとか、今って美味しいチェーン店紹介する時間そうです、美味しいチェーン店かつ一人で行きやすいと嬉しいです。私が暇な時間に行くので。モスバーガーもなんか私あんまり、モスバーガーそんな行かないし、一人でも行かない。モスも一人で行きたいですね。でも劇場のお昼ご飯とかでモスバーガー出てくる時が結構あって、あとケンタッキー行かないですね。そう、ちょうどここにじゃじゃん
これショールームで皆さんが多分こうイベントで何かを達成した時にこれでまだ有効期限確かまだ大丈夫なんですよ。発行から2年なので、これいつのやつだっけ。確かねお肉の何かまだ使ってない。でも確か3000円分とかだった気がするんだよね。でもまだ2年は経ってないでしょ。いつだっけこれ。なんかこれを使おうと思ってる。すごく一人ケンタッキーしようと思ってる。これではい頑張ろうと思ってる。まずケンタッキーにもほとんど行かないですね。サイズも一人で行ったことない。サイズ一人で行きたいって今日思ったんだけど、くら寿司行っちゃったんだよね。3分前、大変だ。ありがとうございます。じゃあですね、壇上の皆さんをお呼びしていきます。13位まえちゃんさん、12位なぜなにくんさん、11位アザラシクジランさん、10位ふみのんさん、9位ぴょんぴょこぴょんさん、8位てっちゃんさん、7位かんくろうさん、6位ゆららさん、5位しんいちさん、4位けんぼうさん、3位きゅうりのお漬物さん、2位ひよぽんさん、1位お好みは普通でさんです。ありがとうございます。はい、ということでとりあえずそうでした。今ちょっとこれでケンタッキー食べる。ケンタッキー大好き。まだ大丈夫だよね。2年経ってないでしょ。まさか経ってたら大丈夫だと思う。2年はさすがに経ってないでしょ。2年前っていつ。だって1年数ヶ月経ったかな。いやちょっと使えますね。でもちょっと1週間くらい私なんとかして自分をこう見つめ直す。ちょっと何を言ってるのか本当にちょっと難しいんですけど、とりあえずですね、明日はおしゃべり会なのでお待ちしております。ということで今日も見てくださってありがとうございました。 Twitter、インスタ、755、明日おしゃべり会よろしくね。楽しみ。ああ待ってるね。Twitter、インスタ、755、フォトログ、モバイルメール、公式 LINE、ショールーム、YouTube、ぜひフォローとチェックとよろしくお願いします。どちらかにハートお願いします。じゃあね、お値段以上のおしゃべり会です。また明日。寝るずら。寝るずら。寝るずら。マジですぐ寝る。この後すぐ寝る。